というわけでですね、今、青山で、撮影をしてまして、イマジン大学をですね。で、その撮影終わって今、レインの最近、ランニングギアを持ってきてるわけですけど、近辺を走ってみようということでございます。今日、東京はですね、先ほどすごい強い雨が降ってて、まだ大気不安定ですよね。また雨降ってくるかもしれない。中ですが、とりあえず走り始めました。今ですね、ちょっとポツポツ雨が降ってきてる。気温29度ですね、今。昼に聞いたら。なので、やっぱ暑いんですけど。ね、本当今年は夏暑かったね。もう8月も下旬ですよ。まだこんな暑いんだからね。このね、青山の公園、なんかね、緑があっていいですよね、青山はもう本当に、都会のど真ん中でございますが、これはですね、木があって、こういうね、都会のオアシスというか、こういうのがやっぱりここの、ピースするな、マインドにつながりますな。ここはもう OK。青山通り、違う、何通りか、こういう名前が全く覚えられない。よいしょ。六本木ヒルズ。日だまり広場だな。都会の真ん中のオアシスだな。メズ美術館があるんだな。マリオカートだ。キャンドル屋さんだ。ジャパンキャンドルアソシエーション。ああいうなんかね、大きいキャンドルっていいですね。美術館だ。メズミュージアム。メズミュージアム。So, this is the Nezu Museum, a very famous museum. It's really wonderful. You should definitely come here. It's known for the collection of antique works, including some famous paintings. The most famous one probably being the Nachi Takizu.Nachi Fall Scroll, which is a national treasure. And people used to believe that if you look at the fall of Nachi, you would see many things, including the image of Buddha. So it's very much related to the Buddhist spirituality. And I think, you know, they are currently carrying exhibition on the images of Buddha.And in addition to that, they have a really wonderful, first-rate, one and only collection of, the ancient Chinese bronze, which are really valuable. I mean, you know, they're very expensive, but they're very, you know, inspiring to look at. Some of them 3,000, 4,000 years old. So you should really definitely come to this beautifully designed Nezu Museum in the heart of Aoyama.ということで今英語でメズ美術館の説明をしましたけども、本当に素晴らしいですね。でもいつも歩いてるルートなんですけど、こうやってなんか走るってな、またなんか新鮮でいいですね。見える。細い道、特に初めてかな。迷路みたいだな。ここに公園があるな。
この辺はなんか構造がすごい複雑、起伏もあるし、なんか迷路、立体迷路みたいになってるな。あれはミッドタウンだな。ってことはあっち側に六本木ヒルズが見えてるな。六本木ヒルズだ。この辺りはね、本当に、いろいろ、奥行きの深い地形でございますね。これは銀座ウエストか。いや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 、やっぱちょっと蒸し暑いですね。湿度があるからね。というわけで青山、3キロぐらいかな、旅立ちました。まあよくね仕事で、通っているところなんですよね。だから歩いてることは何回も何回も歩いてるんですけど、やっぱり旅立ちするとちょっと視点が変わりますね。あ、やっぱりこういう旅立ちして今3キロですけど、大した距離じゃないんですけど、やっぱ蒸し暑くてちょっとあんまり早く走れないんですが、まあでもなんか普段よくしてる東京の街を、こういう形で走るってまた楽しいし、そして、なんかどうしよう、東京以外の皆さん、東京よくいらっしゃる方もこういうなんか青山の裏通り沿いとかそんなに来ないと思うんですね。だからそういう意味においてはここは南青山一丁目ですね。南青山一丁目、そういう意味ではね、なんか非常にあの皆さんのご参考になる旅ランではないかなと思います。ということで、これからもねこういうゲリラ的旅ラン時々やりたいと思います。雨降らなくてよかった。でも降った方が涼しかったろうな。